こんばんは、 DD 猫ちゃんです。今夜も DD キティ TV の時間です。今夜はですね、簡易防音室を購入しましたので、皆さんに、ま、組み立て状況を見ていただこうかなというような動画となっております。いやー、もうほんとね、悩んで悩んで調べて調べて行き着いた答えが、簡易防音室というようなことになるんですけども、その簡易防音室一つ取りましても、まあ、各メーカーからですね、いろんな種類のものが出ているような状況でしたよ。で、一番最後まで悩んだのが、まあ、ダンボッチにするか、今回購入したオトダスにするかっていうようなことでね、かなり悩んだんですけれども、まあ、結論から言いますと、バイオリンにはですね、不向きだと思います。サイズ的に厳しいと思いますよね。かなり無理があると思います。というのは、今回購入したオトダス2というような商品なんですけれども、オトダス2ライトっていうようなことで、多分提携しているだろう島村楽器オリジナルのサイズなので、ちょっとね、通常の商品よりは幅が広いんですけれども、高さがね、どうしても足りなくて、弓をね、引きますとゴンと天井に当たってしまうような状況なので、まず基本的には立って引くことができないというようなことですよね。で、ゲーセンを引くときに弓をいっぱいいっぱい使ったときに、まずダウンでゴンと当たると、でアップでゴンと当たるというようなことで、狭いので、この箱の中の、対角線上にうまいことですね、体の向きを変えないと当たってしまうんですよね。まあ、DD がこの防音室の中に鏡を入れてるっていうのも問題があるのかな。鏡があるから当たっちゃうような気がしないでもないんですけれども、やっぱりね、ボーイングの、まっすぐかどうかっていうのも確認したいので、まあ、鏡は取り外せないので、鏡に関してはどうしてもね、使いたいので、壁に貼るタイプの鏡なら、もしかしたら、弓は当たらない可能性はあるかもしれないんですけど、吸音材なるものを、側面にですね、ペタペタ貼っておりますので、まあ、その上から鏡を貼るっていうのもどうかなっていうようなことでね、姿見をこの防音室の中に入れております。まあ、そういうわけでですね、結論としましては、バイオリンを弾くには厳しい状況かなと思いますよね。もしかしたら、まあ、DD はね、180センチですので、まあ、天井に当たったり、壁に当たったりするんですけれども、もしかしたら、まあ、小さな、DD より小さな女性の方でしたら、バイオリンを弾くことはできるかもしれませんね、もしかしたら。まあ、今回はですね、まあ、DD がたまたまそういうような状況ですよっていうようなことをね、お伝えしたいだけですので、この商品をね、貶める、まあ、ことではないんですけれども、この商品がね、ダメですよって言ってるわけではなくて、ただ、真ん中の方で、まあ、その、ちまちまっていう表現が良くないんですけど、弾こうと思えば弾けますので、とりあえずはどうでしょうね、消音器を外した状態でバイオリンが弾けるような状況になったっていうことだけで、まあ、DD は今回は正解なんですかね。まあ、安い買い物ではなかったですよ。なんかね、配送エリアによって、この商品の金額が変わるんですけれども、まあ、DD はね、購入したのは、145,300円、送料無料っていうような形で、購入しました。もう10万円超え、約15万円の商品ですね。説明文の方では、20デシベル、マイナスになりますよと書いてありますけれども、不快な音が伝わらないようにするのが重要ですので、まあ、DD に関しては、通常消音器をつけた状態では、19時まではクレームみたいなものが出ておりませんので、このオトダス2っていうところにね、入ってバイオリンを練習する消音器を外して練習をしたら、多分どうでしょうね、消音器をつけたようなぐらいな音のボリュームになるはずですので、うん、クレームは多分出ないんじゃないかなと。で、19時以降もこのオトダス2の中で練習をした時に、クレームが出なければ、まあ、これはこれで今回正解だったのかなっていうようなことになるんでしょうかね。さあ、リリーもね、簡易防音室を手に入れましたので、
ますますまた頑張っていく予定でおります。どうぞ皆さん応援よろしくお願いいたします。今夜はこんなところにしときましょうか。いつものようにチャンネル登録、グッドボタンの歯磨き忘れないでください。いい夢見てください。おやすみなさい。またお会いしましょう。頑張ります。